どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、先日ね、こちらの動画をね、出させていただいたんですよね。イオン系列で JAL マイルをね、貯めてる方は必見ということで、オーナーズカードがですね、アプリにね、登録できるようになりまして、またね、還元をワオンポイント、今まではですね、現金一択だったんですけども、ワオンポイントもね、選択できるようになりましたということで、ワオンポイントっていうのはですね、JAL マイルにもね、交換することができるっていう風になりますので、まあ、こちらの動画ね、作らせていただいたわけなんですけども、こちらのクレジットカードありますよね、イオン JMB カード、JMB ワオン一体型ということで、こちらのクレジットカードはどうなんですかということで、ご質問ね、来ておりましたので、今回ですね、こちらのイオン JMB カード、JMB1 を一体型のね、クレジットカードのですね、解説やっていきたいな、なんていうふうに思いますので、気になる方はですね、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。ということで、まずですね、イオン JMB カード、JMB1 を一体型ということで、こちらのクレジットカードですね、基本スペックから見ていきたいなと思うんですけども、こちらね、年会費無料で、家族カードも3枚まで無料、還元率が200円で1マイル 0.5% 還元っていう風になります。こちらね、クレジットカードで切っていただければ、直接ね、JAL マイルが貯まるっていう風になっておりまして、残念ながらこちらのクレジットカードはですね、JAL のね、クレジットカードはなくて、イオンのクレジットカードっていう風になりますので、JAL マイルが直接貯まるんですけども、JAL のね、特典とかは、このね、タッチ&ゴーはね、利用することができるんですけども、まあ、それ以外の特典はね、利用することができないって言った形になるんですよね。まあ、こういった形になっておりまして、年会費が無料っていうのはね、非常にいいですよね。まあ、JAL のクレジットカードね、初年度年会費無料ですけども、まあ、2年目以降はですね、年会費がね、必ずかかる、クレジットカードっていう風になっておりますんで、まあ、そうなってくるとですね、年会費無料で利用することができる、このね、イオン JMB カードは、まあ、悪くはないですよね。ですので、年会費無料でね、利用していきたいっていう方は非常にね、おすすめっていった形になります。今まではですね、このね、イオンオーナーズカードの還元がね、現金一択っていう風になっておりましたんで、JAL マイルを貯めるっていう意味ではですね、このカードね、おすすめすることはあまりできなかったんですけども、オーナーズカードがですね、ワンポイント還元でね、受けれるようになりましたので、このカードもですね、非常におすすめっていった形になります。で、まずですね、このカードは 0.5% 還元、200円で1 JAL マイルがね、貯まるクレジットカードっていう風になります。で、このね、イオンっていうのはですね、いろんなね、イベントがありますよね。毎月20日30日はお客様感謝デー 5% オフであったり、5、15、25日はお客様ワクワクデー基本ポイント2倍であったり、毎月10日はありがとうデーとかね、こういったイベントがございますよね。ですので、このカードはですね、JAL のカードではなくて、イオンのカードっていう風になりますんで、まあこういったね、キャンペーンも利用することができるっていった形になります。で、毎月20、30は 5% オフっていう風になりまして、還元率は変わらないんですけれども、このカードで切っていただければ200円で1マイルが貯まる。またね、5% オフが利用することができるっていった形になります。で、次にですね、5と15と25、お客様ワクワクでということで、基本のポイント2倍がね、取れるっていった形になります。で、2倍っていう風になりますんで、基本はね、200円で1マイルなんで、2倍になりまして、100円で1マイルがですね、このワクワクデーの日には利用することができるっていった形になります。で、次ですね、毎月10日はありがとうデーということで、基本のポイント5倍ポイントがね、もらえるっていった形になるんですよね。で、こちらの場合はですね、100円で 2.5% 還元っていう風になります。100円で 2.5 マイル貯まるっていう風になりますんで、毎月10日はね、非常に還元率が高いですよね。まあ、こちらのね、イベントも、利用することができるっていった形になるんですよね。で、こちらね、まとめさせていただくとですね、イオン JMB カード1を一体型に関しては、通常は200円で1マイルが貯まるクレジットカードっていう風になりまして、毎月10日は 2.5% 還元、ワクワクデーの日は 1% 還元、お客様感謝デーの日は 0.5% 還元ですけども、5% オフの恩恵も受けることができるっていった形になるんですよね。で、先日ね、こちらのイオンオーナーズカードがですね、ワンオンポイントの還元がね、選択できるようになりましたので、100株持ってたらね、このイオンオーナーズカードっていうのはね、獲得、手に入れることができるんですけども、3% 還元っていう風になるんですよね。こちら現金の場合は 3% 還元。で、ワンポイント 3% っていう風になりますんで、1.5% でね、JAL マイル還元が、まあ、取れるっていった形になるんですよね。ですので、このイオン JMB カードとオーナーズカードね、併用していただくとですね、通常期は、
200円で1マイルがね、獲得することができて、オーナーズカード分 1.5% 還元がね、取れるっていう風になりますんで、両方でね、2% 還元が取ることができるって言った形になります。で、ありがとうデーに関しては 2.5% 還元と 1.5% 還元。まあ全部ね、1.5% 還元、上乗せがね、受けることができるっていう風になりますんで、非常にいいですよね。まあこういった感じでですね、このイオン JMB カードっていうのは、年会費無料にもかかわらず、ここまでね、還元率を上げることができるっていう風になりますんで、通常期で 2% 還元。ありがとうデーの日は 4% 還元。ワクワクデーの時は 2.5% 還元。お客様感謝デーの日は 5% オフの恩恵を受けながら、さらにですね、2% 還元。この200円に1マイルと 1.5% ね、併用することができるっていう風になりますんで、5% オフがね、利用しつつ、チャルマイル還元率はね、2% 還元で取れるって言った形になるんですよね。まあ、こういった形になっておりまして、非常にね、還元率はね、高くなりましたよね。で、このね、イオンオーナーズカードっていうのが先日ね、ワンポイント還元をね、選択できるようになりましたということで、それまではですね、こちらね、なかったっていうかね、まあ、現金一択だったんですよね。ですので、ジャルマイルの還元率っていうのはね、このカード非常に低かったんですよね。全部ね、通常は 0.5 だったし、ありがとう還元ペイは 2.5 だし、ワクワクデーは 1% だし、お客様還元は 5% オフで 0.5% 還元ということで、非常にね、還元率がね、低かったわけなんですけども、まあ、今回のね、イオンオーナーズカードはワンポイント選択できるようになりましたので、ここまでね、還元率が上がったっていった形になるんですよね。ですので、このカードを持っている方で、このイオンオーナーズカードね、保有されている方は、ぜひね、こちら併用してね、利用していただければな、なんていうふうに思います。もしね、このイオンオーナーズカードを持っていない方はですね、イオンはですね、JAL カードの特約店っていうふうになっておりますんで、JAL カードでそのまま切っていただければ100円で2マイルがね、獲得することができるっていう風になりますんで、もしね、JAL カードを持っていて、イオン JMB カードでね、今切っている方は、JAL カードにね、切り替えていただければ100円で 2% 還元取れるっていう風になりますんで、ぜひこちらはね、覚えておいていただきたいな、なんていう風に思います。で、前回のですね、動画も含めて、今回ね、ちょっとまとめさせていただいたわけなんですけども、まずね、イオン系列で100円で決済した場合のですね、還元率の高さに関してなんですけども、まずですね、イオンオーナーズカードを持っていない場合ですね、持っていない場合はですね、3枚のカードね、どれが一番還元率高いかというと、JAL カードがですね、一番高くなるって言った形になるんですよね。で、毎月ありがとうデーは一番高くなるのが、JMB ワオンって言った形になります。こちらは JMB ワオンにですね、ショッピングマイルプレミアムを加入した JAL カードでチャージしていただいた還元額っていう風になるわけなんですけども、毎月ありがとうでは一番還元率が高くなるのは JMB ワオンって言った形になります。で、5と15、25お客様ワクワクデーに関しては JAL カードで切っていただいてもJMB ワオンで切っていただいても還元率は 2% 還元で同じっていった形になります。で、毎月20日20日はお客様感謝デーに関しては JAL カードで切っていただければ割引はないんですけども100円で2マイル。JMB ワオンの場合は割引がありますけども 1.4% 還元っていう風になるんですよね。還元率だけで見てしまうと JAL カードっていう風になりますし、もしね、割引を受けつつ JAL マイルを貯めたいっていう方は JMB ワオンっていった形になります。まあ、どっちがおすすめかっていうと、やはりこっちの方がいいんじゃないかななんていう風に思うわけなんですけども、まあ、こういった還元率になるんですよね。ですので、イオンオーナーズカードを持っていない状態だとですね、この JMB ワオンっていうのは、すべてのね、イベントごとで全部ね、こちらの2つにね、還元率が負けてしまうっていう風になりますんで、このカードっていうのはですね、今までね、非常にお勧めされてなかったわけなんですけども、イオンオーナーズカードがですね、ワンポイントにね、選択できるようになりましたので、今後はですね、イオンオーナーズカードを持っている場合は、JMB ワオン決済であれば、このイオンオーナーズカードを併用することができます。JMB ワオンも併用することができます。ですけども、この JAL カードっていうのは、JAL のクレジットカードっていう風になりますんで、このイオンオーナーズカードっていうのは併用して支払うことができないんですよね。ですので、この還元は JMB ワオン、イオン JMB カード、ワオン一体型じゃないと併用することができないって言った形になるんですよね。ですので、今後はですね、一番高いのは JMB ワオンとイオンオーナーズカードの組み合わせが一番ね、高くなるっていう風になりまして、その次がですね、イオン JMB カード、ワオン一体型とオーナーズカードをね、併用していただくのが、次にね、還元率が高くなるって言った形になるんですよね。ですので、このカードを持っている方で、イオンオーナーズカードを持っている方はですね、
この組み合わせでね、利用していただければな、なんていうふうに思いますし、もしね、イオンオーナーズカードを持っていないよっていう方は、JAL カードでね、切っていただくのが、まあいいっていうふうになりますし、もしね、イオンオーナーズカードを持っている方であれば、JMB1 でね、JAL カードから JMB1 カードにチャージしていただいて、併用してね、支払っていただくと、こちらがね、取れるっていうふうになりますんで、こちらはね、ちょっと複雑になるわけなんですけども、ぜひね、覚えておいていただきたいな、なんていうふうに思います。ですので、このね、イオンオーナーズカードを持っていない方はですね、イベントごとにですね、還元率がね、どっちを取るかっていうのが変わってきますので、まあスクリーンショット撮っといていただくなりね、していただいて、まあどっちがお得だったっけみたいな感じでね、利用していただくっていった形になるんですよね。ですけども、もしね、イオンオーナーズカードを持っている方であれば、できればね、こちらで決済していただきたいんですけども、JAL カードを持っていない、またね、ショッピングマイルプレミアムとかも加入していない、年会費かかるのが嫌だという方はですね、こちらのカードを発行していただいて、こちら併用していただければですね、JMB1 にはね、勝てない還元にはなりますけども、それでもですね、JAL カードよりかは還元率で高くなるっていう風になりますんで、ぜひね、JAL マイル貯められている方は覚えておいていただきたいな、なんていう風に思います。で、またですね、一応ね、補足させていただくとですね、この JAL カードっていうのはですね、ショッピングマイルプレミアム加入していただいて、JMB1 にね、チャージしていただくと 1% 還元が取れて、またね、5のつく日であれば、ミニストップでポサカードの購入も 1% 還元が取ることができます。ですので、まあこのね、楽天バリアブルカードね、購入していただければ、こちらね、楽天キャッシュで投資信託ね、月5万円まで 2% 還元で利用することができますし、またね、楽天ペイで支払っていただければ、この楽天ペイの還元っていうのはね、楽天通常ポイントですんで、JAL マイルにね、交換することができますので、2.5% 還元も取ることができます。またね、2% 還元で Amazon ギフト券、Amazon の購入もね、2% 還元取れるっていう風になりますし、2% 還元でバニラビザ購入していただければ、モバイルスイカのチャージも 2% 還元取れるっていう風になりますんで、こちらもね、ぜひ覚えておいていただきたいな、なんていう風に思います。まあ、とりあえずね、ここチャージして 1% が取れて、これでオーナーズカード併用して、イオン系列では支払うみたいな感じですね。はい、っていう風になりますんで、この点もね、ぜひ覚えておいていただきたいな、なんていう風に思います。最後にですね、こちらのね、キャンペーンどうなんですかっていうのもですね、これツイッターで聞かれたのかな?ちょっと誰に聞かれたか覚えてないんですけども、こういうね、イオンではですね、こういうキャンペーンをよくやってるんですよね。これは本当にね、店舗ごととかですね、お店ごとによって還元率変わったりですね、期間だけでですね、このポイント10倍とかね、やっているわけなんですけども、こちらはですね、下の方にね、書いてあるんですけども、こちらですね、イオン JMB カード、ワンオンポイントのご利用分は、ポイント贈呈対象外になりますということで、こちらはですね、このイオン JMB カードっていうのはですね、残念ながらですね、こちら対象外っていう風になってるんですよね。これもね、取れたらですね、非常にいいわけなんですけども、まあ残念ながらですね、こういったね、店舗ごととかですね、期間限定でやっているね、ポイント増量のキャンペーンに関しては、このね、イオン JMB カードっていうのはですね、対象外っていう風になっておりますんで、この点もね、覚えておいていただきたいな、なんていうふうに思います。ですので、こういうキャンペーンは、このね、イオン JMB カードでは利用することができないですし、こちらね、イオンカードのキャンペーンっていうふうになりますんで、こちらね、利用できそうなんですけども、利用できないですし、JMB1 でも JAL カードでもね、このキャンペーンはね、乗れないっていうふうになりますんで、この点はね、覚えておいていただきたいな、なんていうふうに思います。っていうところですかね。一応ね、このイオン JMB カードっていうのはですね、55歳以上の方であればですね、この GG カードもね、発行することができるっていう風になりますんで、こちらもね、ぜひ覚えておいてください。55歳以上の方はですね、毎月15日ね、感謝デーとかも利用することができますし、マイルの有効期限ですね、これめちゃくちゃでかいですよね。60ヶ月までね、延長されたりですね、入会時にね、EJAL ポイント1000ポイントもらえたりね、いたしますので、この点はね、ぜひ覚えておいていただきたいな、なんていう風に思います。
ということで今回ですね、イオン JMB カード、JMB1 を一体型のね、クレジットカードのね、解説させていただいたわけなんですけども、イオンオーナーズカードね、保有されている方はですね、こちらのクレジットカードね、非常におすすめ、年会費無料にもかかわらずですね、JAL マイルね、貯めることができるっていう風になりますんで、ぜひね、覚えておいていただきたいな、なんていう風に思います。もしね、イオンオーナーズカードを保有されてない方は、イオン JMB カードっていうのはですね、ちょっとね、還元率がね、低いっていう風になりますんで、でもしね可能であれば年会費かかってきてしまいますけども JAL カード発行して JAL カードで切っていただくかもしねできる方はショッピングマイルプレミアムも加入して JMB 版をチャージしてね利用していただくのがねおすすめっていった形になります。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方いいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウントやっておりますんでぜひチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。